ロック、メタルのニュース、断鉄砲をお届けします。本日の断鉄砲は、ケルフェスト2024タイムテーブル発表。6月にフランスで行われる巨大メタルフェス、ケルフェスト。開催まで3ヶ月と迫ってきましたが、ここでタイムテーブルが発表されました。それらを見ていきましょう。まずは、デイ1、木曜日から。全部で6つステージがあって、左端の2つがメインステージです。我が日本のベビーメタルは20時25分よりメインステージ2に登場予定です。同じ日本のアーティストのクリスタルレイクと出演時間が被ってしまってますね。続いては Day 2、金曜日のタイムテーブルです。Day 2は日本からラブバイツが出演。メインステージ1に12時15分より登場予定です。後半はこうなっています。そして Day 3、土曜のタイムテーブル拡大するとこうなります。そして Day 4、日曜日のタイムテーブル拡大するとこうなります。詳細はヘルフェスト公式サイトや公式 SNS をご確認ください。日本人アーティストも多数出演する2024年の欧州です。盛り上がることを期待してますよ。以上、本日の断鉄砲でした。